休みの日の保育士の仕事終わりあるある。お疲れ様です。私早番なんですいません失礼します。あ、でね、今日の朝ドーナツちゃんがちょっと公園で転んじゃったので右膝に絆創膏貼ってあります。連絡帳にはね書いてあるんですけど、直接お母様に伝えてもらっていいですか。すいません、お願いします。はい、失礼します。お疲れ様でした。失礼します。空いてるお部屋でちょっとピアノ練習だけして帰って大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。はい、失礼します。お疲れ様。そう、明日休み。うん、土曜保育入ってない。土曜保育。あー、そっか。そうそうそう、でも明日子供少ないらしいよ。うん、らしいらしい。明日特にやることないけど、まあでも制作やんないといけないから。そうそうそう、指導案もね考えないといけないし。うん、そう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 。よいしょ。え、デートなわけないじゃん。デートの出の字もないからない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 、全くない。普通に友達と飲みに行く。うん、そう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 。後ろは適当でいっか。よくわかんない、見えないし後ろ。よくわかんない、どうしたらいい。よし、オッケー。あ、あかね先生、こっちこっち。お疲れお疲れ。はい、乾杯。お疲れ。あ、ちょっと待って、ブーメランね。いい、ブーメランじゃん。はい、お疲れあ、待って、これさ、鍵ついてる。あ、鍵ついてるよね、うん、いや、保護者とかに見られるとあんまり良くないからね。そう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 。あ、そうなんだ。いや、もうね、私のクラスが一番可愛い。もう本当に可愛くて、私以外の先生だと寝かしつけ寝ない子がいるの。いや、困るんだけど、めちゃめちゃ嬉しいよね。いや、可愛いなみたいな。そう、だから私いない時大変らしいんだけど、なんか大変って言われるのもちょっと嬉しいみたいな思っちゃうそ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 う。シールとか、え、トイレのドアにアンパンマンつけたりしてるよ。うん、あー、そうなんだ。いやだよね。え、どうする、明日休み。私も休みなんだよね。どうする、カラオケ行っちゃう。じゃあお会計してカラオケ行こう。うん、どこが一番近いっけ。あ、ちょっと待って、本屋さんあるわ。ちょっと絵本見てかないね。ちょっと絵本見てこう。うん、そっからカラオケ行こう。うん、先入れていい。よし、これにしよう。耳を澄ませば地球の音がどん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 聞こえる。心弾ませ面白いことを探しに行こうよ。じゃ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 ん、ブンブンボーン。ねえ、デザートかき氷あるよ、食べる。あ、じゃあ二人で半分こしようか。いいね。ガリ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 かき氷知ってるこれ。え、めっちゃ人気だよね。うんね。いやいやいや、もう出会いゼロだよ本当に。何にもない。いや、合コンとか行きたいよね。なくない、開催してくれる人がいない。まずね、わかる、本当に合コン行ったことないし、どうやってやんのって感じだよね。え、保育士ってさ、消防士とか自衛官とかとさ、合コンあるイメージなかった。ね、全くなくない。めっちゃわかるんだけど、何なんだろうねあれ。
ね、バイバイ、うん、また明日、バイ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 。